舞台してました。今日はお昼と夜、明日もお昼と夜、そして明日で千秋楽です。そうなんです、明日いよいよ千秋楽で終わりが来ますね。あ、今日来てくれました、ありがとうございます。そうですね、あっという間でしたね。明日はそれぞれバージョンが違うので、お昼と夜でそれぞれのバージョンの千秋楽を迎えます。ちょっとちょこちょこ撮ってた動画もなるべく早く上げられるようにまあつなげるだけなんだけど、ファンクラブの方で上げられるように頑張ります。洗濯した？で、洗濯してないですね、このこっち来てからは。あ、そうだよね、今日ね、なつなちゃんのね、卒業公演ね、うん、痛かったな。なんかもう、こっちにいるからね、あれだからね、見に行きたかったな。ね、こないだ、まあ A のね、先週楽あったけど、でもまだ卒業公演をねやってない子たちのとかね、先輩メオさんもそうだけど、タイミングが合えばな、一緒に行きたいんだよね。あ、これ、あー、あー、でも全然これはね全然大丈夫。ちゃん捕まったよってさ言い方よ間違ってはいないけど、捕まっちゃったのね、ひーちゃん。そう、鬼にね下尾くんは元気ですか？うん、元気で、元気だよ下尾くん。さっきまで一緒でした。誕生日だった？おめーおめー、自分にご褒美たくさんあげてね。千秋楽テーピング、そう、なんか逆にね、ただ、まあ、テーピングでも隠すっていうあれでちょっと痛いなと思ったんだけど、あのね、衣装をねどうしても汚してしまうから、どっちかっていうと、あの痛み止めとかそういう本来のテーピングの意味をなしてないっていうか、どっちかっていうとやっぱり、まあ、いつもなんか何か番組に出させてもらうときにこうついちゃってたりとかすると、まあ、なんかその肌が露出してれば全然なんかメイクとかで隠せるんだけど、変にこうメイクで隠してその上から衣装を着るってなると衣装をね汚しちゃうことになるから、そうなの、どっちかっていうとやっぱ衣装を守るため、そうそうそう、こっちのっていうよりかは、あの衣装にこう汚れをつけないためにっていう意味で、そう、なんかだからなんか痛々しいっていうか余計なね、なんか心配を、なんかごめんなさいね。でも本当に私はもう全然大丈夫なので、私明日を迎えてしまう、ごめんね、これをやるたびになんかこれが見えちゃうからちょっとあれなんだけど、そう、でも明日を迎えたらもうあの新しいそのあれは増えませんので、ごめんなさいね。うんうん、
元気だよ、めっちゃ元気。バスチー、うん、本当にこっち来てから全然バスチーと出会えなくて、バスチー全然食べてない。その代わりイチゴを大量摂取してる。そうなんですよ、別になんか誰かと殴り合ってるってわけじゃないんですけれど、でもそうなんです、ちょっとあのストーリー的にちょっとウェーイって感じの、ウェーイじゃわかんないよね。あのダダダダダみたいな感じで、あの受け身をこうダテみたいなところが結構ちょっとありますので、それでちょっとねあの犠牲になってますけれども、全然大丈夫です。説明がさせ、だってね細かく言っちゃうと、なんかまだもしね明日初めて見るって人がいたらちょっとねネタバレになっちゃうから。お疲れっす。眠いわけではないんだけど、まあちょっとストーリー的にちょっとうーんって感じですので、ちょっとね目が確かに疲れちゃうかも。今日行きましたよ。おー嬉しい、ありがとうございます。グロージさん狙ってる。いやー欲しいよね、買えるかな。あとさ駅にねいつも握手会とかで来てた時にね、駅のコンビニみたいなところでカルネっていうパン屋さんがすごい好きで、すごいシンプルなねパンがあるの、なんかハムと玉ねぎしか入ってないみたいなパンがあって、で今回も来る時にね駅で買えるかなと思ったら、もうそのコーナーがなくなっちゃって、京都行かないと買えないのよ。もうカルネなくなってたの。毎回絶対ねここ来たら絶対買おうと思ってたのに。しずやとカルネはなんか別物、どっちなんだ、あれカルネって思ってたんだよ。あ、しずやのカルネってこと。あれ私前の配信でどうやって認識して言ってたっけ。あ、しずやのカルネ、あーなるほどね、カルネっていうお店の名前だと思ってた。しずやのカルネだ。あーあるかな、美味しいんだよね、あれ自分じゃできないのよあれ。うんまあ結局こっちも来ましたけど、やっぱりずっとドタバタしてて、なかなかここならではのみたいな、なんかたこ焼き屋さんとかはそれで食べられたりはしたんだけど、うーん、なんかお肉とかそういうのは食べられなかった。カルネ初めて聞いた？まあでもちょっと私今牛肉があんまり食べないようにしないといけないので、薬飲まなきゃ。なんかお土産買ってきたいな。この間ケンミンション見てくれた、あー嬉しい、ありがとう。元気。え、あの花粉症のお薬。いや私ねもう見つけたのよ、絶対的にもう日中にブーンってならないやつ。アレジオンがきかな、アレジオンがすごく自分に合ってて、アレジオン夜に一回飲むとね全然大丈夫になって。そうなの、花粉症なのよこの時期だけ。競馬買った？で全然大丈夫だった、私飲んでるから、まあ、ただちょっと朝起きた瞬間だけ
ういってなるけど、でもなんか鼻水でうーんって困ったりすることはなくなった。プロデュースのパフェ、まあ、私あとね2、3回は行きたいと思ってる。お店に行って絶対行きたい。メンバー連れてったり、もしタイミングがあったら、そうネオンキッズで一緒だ。ねえ待って、ちょっと待って、今日今一番言いたいこと思い出したわ。ね、まだ見てない人いる？あ、まあいいや、これは別にネタバレとかじゃないからね、聞いてほしいんだけど本当に。あのね、今こうネオンキッズの中で、あのちょっと見た人はわかると思うんだけど、マリリンっていう役をね、マリリンいるの、マリリン、エミシャンいるん、ごめんね、見てない、舞台見てないよって方はごめんなさいね、話が多分ちょっと なんやねんって感じになっちゃうと思うんですけれど、実はエミシャンと共演してたの私。もう今日それを知ってってなってびっくりしたの、本当に嬉しくて嬉しくて。知ってる人いた？そう、エミさんが教えてくれた、マリリンの役をやってる方なんだけど、そう2人とも今日って私なんかその時は本当お互い認識してなかったから、え、あの時いたの？みたいな感じ。なんだと思う？もうね、鹿殺しさんとも癒着がすごいから癒着とか何で共演したと思う？びっくりした私。そう、マジ無理、共演してたの、全然もう知らなかった。確かにそう、今こう記憶をこう、うんーってやったら、そう気づいて、あのね、すみれのお母さん、なるちゃんがやってた役のお母さんの役をやってて、エミちゃん、もう今日はもうエモくてすっごい嬉しかった。さすがにそのドラマの方の見てないっていう人多分そんなにはいないと思うんだけど、あのなるちゃんが刺されて、ああってなって病院行った時に、私たちが花組が「うわ大変だ大変だ」って言ってお見舞いみたいなことに行った時にいたお母さんがエミシャンだったの。うわ、ね、すごい嬉しかった。ごめんね見てね、ちょっとわかんないかもしれないんだけど、ちょっと知ってる人にはこれ早話さねばっていう感じで、ね、嬉しかったな。アメヒコさんも出てるんだよ、知ってた？アメヒコさんも出てる、ママさんも出てますよ。リリーがグレた時の回にね、え、ご縁ですよ本当に。さあ、美彦さんは最初のマジムリ、あの丸尾さんがいなかった時ずっとこう見てくれてたので、だから今日なんか今回一緒のステージでそれぞれの役でこう対話できてるっていうのが私は本当に嬉しくて、そう今日それをみんなで映像を見て。それがを見たいがためにもまたまたフール入り直して見て見てってやってたの。ずっと地声の舞台って大変そう。そうなんですよ、今回なんかずっとね稽古場とかでもこれをつけてたから、ま、そのなんか曲をやるときとかは確かにオンになっちゃってたけど、今までの舞台ずっとこのマイクついてたからずっとあマイクで通してあいつも通りにやるんだと思ったら、何かお歌を歌う時だけオンになるから、で結構の終盤の方でそれに気づいて、あこれ地声でやるんだって最後の方に気づいて、うわその想定でやってなかったと思って、
そうだからセリフ的にも気持ちが小さいっていうか、あのセリフこうそんなに強く張らないで喋るセリフとかも、まあ、マイクだから、まあ、乗るは乗るよなと思ってたけど、全部地声ってなるからそういう感情のセリフもオンで伝わるように言わないといけないっていうのが、そうなんかだからその作業をね後からやったから結構あー大変だーと思ってうわーって、うん、結構それ後から気づいてびっくりんりんです。ねー JR 伊丹駅すごいですね。そうあ空港も近いんでしょ。あれ今なんか全然飛行機乗ってないな。昨日初リアルリンちゃんでした。マジどうだった初めてのオカベリンは私じゃちょっとねその舞台だから私って感じじゃないけど、どうでしたか。結構ねこっちじゃないと見に行けないっていうあの方たちがたくさんいたのでね、確かにみゆきが第一印象、確かにねハードだわ確かに。声大丈夫ですか。うん全然大丈夫。そうお気に入り、そうお気に入りのイヤリング、今マジぶり見てみたけど、でもマリリンってなる。まあ、確かにメイクとかねお洋服が全然違うから。いやあともう一つ言いたいことあるけどこれは終わってから言うわ。多分ね誰も気づいてないねネタが一つ、あの思い出したらいろいろあるかもしれないけど、結構ね誰も気づいてないだろうなっていうのが一つあるんだよね。うわこんなところで伏線張ってたんだみたいな。アニメ見てる見てる、ゴリゴリ見てます。ご飯食べてる時とかにね見てる。終わったら教えて。 OK 終わったら言うね。ヒント？アナウンスこれだけ秘密。あと何見てるの？新劇とかかな今は。あとみんながあの千鳥さん、私あのネットフリックス見てるんだけど、あの千鳥さんがやってるあのみーさんとか出てるやつ、なんかお芝居のうんみたいなやつ、遠くなんとかってやつ。うん、あそう遠くサバイバー、それそれそれよね。そう地雷姉さんに見てってやれたから見てる。でまだ全部見てない。あそっか今日にそうだね日曜だから。あっていうか今日さバチコイさ新しいやつ、私久しぶりに出るよバチコイ。でもめっちゃおもろかった、で見てほしい、見てね今日のバチコイ、今日めっちゃ楽しかったやつ。なんか久しぶりに参加だったから、なんか稽古にもめっちゃバリバリやってる時だったから
すごい楽しくてあ、でもこっちの人見えないね。ちょっと楽しみにしてて。確かに何かの何かで出てた写真、私めっちゃ睨んでたよね。はあ。りんちゃんのいないバチコイ寂しかったな。そんなこと言ってくれるの嬉しい。シカティ買わなきゃ。買ってよ。おそろっちしよう。おそろっち。前髪伸びた？伸びたかな。この間行く前に切ってきたけどね、伸びちゃったかな。痛みは暖かいの。でもね、昨日と今日とかは雨が降っててちょっと肌寒いって感じかな。今日は日中天気良かったけどな、ちょっと寒いなって感じ。たこ焼き飛んできた。たこ焼き飛んでたね。今日服何？今日はね、青のスカート履いてる。好きな格好なんだ。あ、これ靴下の色と同じだね。俺はビール？今飲んでるの？私はワインがいいな。餃子食べましたか？食べてないです。餃子有名なの？何好きなの？なんか飲もうみたいな感じになったら私はワインがいいなと思う。大阪名物、いや明日絶対たこ焼き食べます。私は誰かが買ってきてくれたやつをちょこちょこって食べるってなったけど、あの全部8個じゃん大体たこ焼きって。でもそれを全部一人で平らげることをしてないから明日絶対食べます。明日ラストなので悔いを残さないぜ。プロン飲んじゃダメだよ。わかんない。プロン、プロンっていうワードをこの舞台で初めて聞いたので。咳止めシロップなんでしょプロンって。痛み呼んでたこ焼き言ってる。そうなの。いやでもね、劇場の近くになんかあるくて、たこ焼き屋さんがなんか美味しいやつ、私も多分それをみんな誰かが買ってきてくれて食べたんだけど、明日絶対食べるの。愉快公演って半端なく大変。いや稽古期間に比べたら全然。いやほんと稽古期間がいかちかったので、今はそんな、逆にあの本番以外はまあ返し稽古とかもやったりするんだけど、合間合間とかやっぱ普通にみんなんか休憩っていうか、休憩って言ったらかもしれないけど、あの MV を撮る前とかはやっぱりその MV で撮るものの、まあ、内容があんまり言えないからあれなんだけど、やっぱり結構レッスンを重ねてて、朝からその新曲の MV までにこう仕上げたいから、すごいレッスンも結構こう濃密に濃密に
それをみっちりやってから3人で急いで稽古場に向かって、夜までずっと、でなんか自分が出てない時休憩できるのかなと思ったら結構舞台って突っ張りで結構出てるんですよ。だからずっとね稽古でやってたから、今が一番体力的にはそんなにねしんどくないかも。なんだその顔文字。あ、まあそれは終わったら言うね。終わったらその話しよう。待ち込みます。 OK 見てね。じゃあ私は明日の用意するぜ。よくこのポーズしてるけど劇場一回もこんなポーズしてないぜ。うえいそう、なんかみんなと写真撮るとき必ず私やってるけど一回もやってないのよこのポーズ。やるとこないし。そう、見た人はわかると思うけど、なんでこのポーズ私いつも撮ってんだろうと思って。まあね、格好がイケイケだからね。うん、お風呂入る。私は寝ます。そう、みんなと写真撮って、でも明日もっと撮りたいな、みんなと。はーい、頑張っていきます。今フール見てる森、見た見た、フールいたでしょ。そうなの、明日休み、休みじゃないよ、明日千秋楽だってば。お昼と夜にあるの公演が。りんちゃんポテチ食べて、私ポテチそんな食べてないかも。昨日ちょっと食べたけど、私はねどっちかっていうといちごとかなんか生クリームが入ったスイーツとかめっちゃ食べてる。やばいよね。はーい、じゃあまたね、バイバーイ。機嫌いいなって言われた。さっきまでみんなと一緒だったからね。もう本当にさ、ちょっとバイバイとか言っときながら、本当みんなテンション高くってさ、優しくてさ、やっぱ関西のなんかノリのお兄さんとかお姉さんとか、そう同世代の子たちがみんな関西人だから、ほんとね今バグってる私、もう人とのもうあれがなんかパリピになっちゃってる今。私みんなはさ地元なのよ、あのこうあれがやってるところが、ほんとにほぐしてもらってる今私のなんかこのコミュニケーション能力っていうか。そう、すごい私もなかなかこう、まあ、先輩はなんか2つ3つとかもゆきりんさんとかいるけど、なんかちょっともうちょっと年の離れた人生の先輩っていうか、お兄さん、まあ、お姉様がいる現場ってなかなかこう普段ねいないから、すごく甘えられるし、一緒にいて気をなんていうの、変な気をつかない、すごく楽しくて、なんか包み込んでくれるって可愛がってくれるっていうか、だからそう。なんか年上のお友達が、お友達って言ったら失礼か、そうなの、すごく居心地が良くてね。でも戻ったらやっぱりもっとふんってしっかりしなきゃ思っちゃうから、帰ったらまたね、自分がみんなにとってそういう存在になれるように頑張んないとなーっても思うし、私、まあ、この間千秋楽だったけど、
新チームでこうキャプテンじゃないから自由だし、後輩たちがこうこの空間過ごしやすいなって思えるような、なんかそういうあったかいチームになんか協力、自分がこう協力できるような感じになりたいなってすごく思ってる。そういう考えにさせてくれた鹿殺しの皆さんが、だからすごい学びもあったし、本当にマジでいい2ヶ月間だったなっていうか、ここにいたこともそうだし、キャプテンじゃなくなったっていうのもすごい自分の中で大きいことなのかな。そしてこのうちの何パーセントか、それキャプテンの時に思いやって思っちそう。違うんだよ、ちょっと抱えてるものが違うから。そうな、じゃなくなったことでもっとなんかできることがあるなっていうか、陰でこう支えられる人になりたいなって。今日もハイテンション、この間もハイテンションだったっけ。でもこれがなんか通常運転になってしちゃった、やばい。でも私にもう帰ってから 2,3 ヶ月ぐらい変なテンションかも、変な人になっちゃった。そう、経験したからこそ。私おやすみなさいって言ってから何分語ってんのよね、すいません寝ます。したね、しっかりもう最後の2公演なので頑張っていきます。すいませんね、長くなっちゃって。おやすみなさい、バイバーイ。パチコイ出るよ出るよ、見てね。今日は未来モンスター見てくれてありがとう。じゃんねー、切ります。